遠隆兵は中華人民共和国の農学者。ハイブリッド米の研究者であり、世界に広めたことから、ハイブリッド稲の父と呼ばれている。1930年、北京に生まれる、5人兄弟の次男。重慶復興初級中学校、江中学校、博学中学校に経て、1949年8月に、重慶省、輝き学院農学部に入学。 遺伝育種学を専攻。1952年院形調整により、西南農学院に移り、1953年、卒業。その後、湖南省安江実学校の植物遺伝育種学教師として、サツマイモやトマトなどの育種と栽培に従事。中国の大躍進政策での基金を見て、衝撃を受ける。1964年から、 ハイブリッド稲の9年間にわたる研究を始めた。1973年に3種類の交雑パターンを開発し、うち生産過程で大規模な応用が可能の南 U2 号品種を選び栽培を行った。1981年に中国初の国家特等発明賞を受賞。遠隆兵はその成功に満足することなく国家のキープロジェクトを指導する。 主任研究員となり、多くの試行錯誤の末、1995年ついに新たなハイブリッド稲の理論と技術の開発に成功した。これにより、それまでの同種類稲に比べ、さらなる収量増加と品質の向上を実現した。1996年にスーパーライス交配計画を始めた。遠流兵の努力もあって中国は、 世界最大の米生産国となり、同じ食料問題に悩むアジアやアフリカなどの農業にも、円竜兵は貢献した。1999年に、小惑星8117は、円竜兵母子と命名された。2006年に、中国農業分野で、初のアメリカ科学アカデミー会員に選出された。竜未科学の竜兵時2021年5月22日。 コナン象徴差しで死去。90歳没。ありがとうございます。